どうもマザロコです。ではラスト続きをやっていきたいと思いますが、まだ外が、前回のこれ続きなんですけども、外がだいぶ賑やかなんだけども、あれを取りに行きたいなって。ロックドクレートを15分箱を取りに行きたいなって。そろそろ明るくなるか。ならない方がいいんだけど、明るくなっちゃうな。まあ、いいか。大丈夫か。あ、でもそうか。明るくなんないと、マスロコ自体が寒すぎて、結局ダメだから、いいのか。果たして。まあ、多分、レイドしてる人たちは、こんなもう、ロックドクレート15分箱ごときに興味はないような気はするよね。でかい拠点をね、やってるんであれば。そっちの武士の方が、うまうまってなってるはずだから。行ってみよう。ここも、結構ね、ここら辺もすぐドラム缶が復活するんですよね。すごいことに。さあ、3度目の正直で誰かが、あ、ちょっと待って、あれなくなってる。あ、取られちゃった。ぼやぼやしてたら気づかなかった。誰かに取られちゃった。じゃあ、こっちのさ、ここの中にさ、のやつあるかもね。まだね。どう？私が、あ、ここもない。あ、あー。やっぱ、こことここはみんなセットで行くんだね、きっとね。そ、逆に怖いな、これ。怖いな、こっちから出てさ。食らった。じゃあちょっとこの周りをちょっとファームしよう。せっかく来たから。どこがラットダメージ食らうんだろう。今あんまり。あの上とか行きたいな。なんか箱あるじゃん。ここ何？特にない。意外に探索してない。あ、ここラットダメージ食らうんじゃない？水がある。一応こういうのこうやっといた方がいいか。ここ入ったらさ、食らうよね、なんかね。ダメじゃなかった？ここだけダメっていうこともあんの？あ、いける。あ、ダメだ。ダメです。で、これも飲む。ごくごく。飲めばさ、治るんじゃなかった？治んないの？これを切れば、これを切ることによって、いける？もしかして。ちょっと待って、水飲んで。お水飲んだら大丈夫って聞いたけど、そんな変わんないか。この上。上にさ、あれ何もない。あれここじゃない？あったの。こっちか。なんか、あ、そっちか。え、でもここさ、行けるべ。どうやって行くのこれ。上。あ、やっぱラットダメージ食らわない。これだと。すげえ。
食べるか。メディキット使うのもったいないよね。これさ、マサル、これいけなかったとこじゃない？前。死んじゃったとこじゃない？うまくいけなくて。あ、落ちる。知って。え？使った？メディキット使ったね。これいけないよ。これむずいむずい。ちょっと待って、こう、でも、ちょっと行ってみたいは行ってみたいな。行ってみたいけど、ちょっとむずいな。跳ねすぎちゃうんだよな。多分。あ？どこにいる？これ、どこ？で。あー、行った、行った。うわ、死ぬ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 。やばい、やばい、やばい。やばい、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。ちょっと待って、死んじゃう。ほんと死んじゃう。寒いし、寒いし死んじゃう。大丈夫これ、生き延びれるこれ、マサル子。これ生き延びれないんじゃない？なんか布とか、あ、でも、13しかない。もうさ、わかった。今着ている衣服を、ここで、今着ている衣服を少しここで布に変えて、少しでも、これで少しでも、ちゃいちゃいちゃ。してって、散々な目にあったぜ。あそこ難しいんだよ。マサル子にとっては。前もそれで死にかけて、結局そういえば無理だったことがあったわ。思い出した、初期で。初期に。そんなことがあったわ。思い出した思い出した。もうない？もうない。全く物資は取られるし、こっちから行こう。ここら辺のドラム缶を叩いていこう。いらない。お前なんかコロ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 転がっていってばっかりで。あ、ロープ、布に変えれるぞ。ここら辺に食料は、あったあったあった、食料。水はいらない、食料だけ食べる。よし、もう一個食料、ワン食料ない？ワンモア食料。アーモア食料ない。アーモア食料はないか。アーモア食料はなかった。ということで、ということで、私はここの硫黄を掘ってから帰ります。
もう異様の時代でね、6ミリ。そうか、でもワークベンチ2がないから、弾が作れないかまだ。それにもスクラップは必要だもんね。まあでも、硫黄掘っといても損はないでしょう。硫黄だらけだな、本当にここら辺は。マイナス6度だってさ。雪が舞うよ。雪が舞い散る。あ、それは桜か。あ、あそこに製油所発見。天気雨や。もうなんか静まり返ってるな。もう終わったんかな、あそこの先の。そうだ。わしは体力は減ってるのであった。キノコを取って帰って。むしゃむしゃ。で、こっちに行って一旦こっちの家行って、美容もしとくか。なって。よいしょ。木がまたなくなってくるかな、これ。木。ああ、木ってなくなるんだな、ほんと。そう、スクラップ。だけ入れてってもまあいいか。で、ここにこれらも入れとくか。こっちに入れとく。こうして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 こう、うんうん、
ご飯はちょっと食べないと。物を置いてこう。ロープって必要か？ちょいとか。よし。じゃあ頼むよ。で、またちょっと。いやー、静かになったなー。静かになったけれども。よいしょ、よいしょ、よいしょ。したら、ちょっと布、こっちの布をちょっと待って。回復させてもらってだ。あ、もうすぐ500いくよ。いくよ。アサルトライフル覚えたいな。ちょっと頑張ればいけるんじゃない？なんかない？なんか、ギア、パイプ。まあ、ファームか。普通に。普通にファームですね。で、もうちょっと岩はいいから、岩はいいからあれか。木を掘るか。こんな感じかな。これも、よし。こうして、なんかちょっとラグくなってきた。なんだ、ちょっとラグいぞ。大丈夫かな。ザ・トリートメントファームに行こう。でも、マーサルコだけじゃないな、うろうろしてるの、ウォータートリートメントは。それが分かった。ちょっと気をつけた方がいい感じが分かった。そしてラグくなってきた。なんか。なんでだ。なんでこんなラグくなってんだ。やっぱでもハズマットスーツってラットダメージは防げるけど寒さは全然防げないんだね。マイナス6度で寒すぎるってなっちゃってる。怖いね。一人じゃないと思ったら途端に怖くなってきた。ここ。もういないか。鹿さんか。こういうの、ここは大丈夫な。はい、なんかラグいなと思ったら落ちましたが、戻ってきた。どこ？どこ？ここ。あ。
危ないよ。こんなところで。危ないよ。びっくりした。外で落ちるのは一番、あ、ちょっとなんかラグいぞ。また落ちそうだな。また落ちそうだけど、落ちたら落ちた時のことか。仕方ないよね、そしたらそしたで。あるかな、あるかな。あった。でも緑箱がない。緑箱がない。ただもうこの一回で、もしかしたら、いけるかもしれないよ。お、ここに緑箱があるなんてこともあるんだ。で、こうやって落ちて痛いです。一応ね、タープありがたい。今布がね、この帰りに布がゲットできるのありがたいよね。他の施設に行くとラットダメージ、あ、今は大丈夫なのか、そうか。でもまあいいか。やば、落ちそう。なんかすごいラグい。ちょっと落ちそうだな。大丈夫かな、ちょっと怖いんだけど。なんか落ちそう。また落ちるな、これ落ちる。え、どういう状態？落ちるな、落ちるって。絶対どういうこと？なんか変な感じになってない？はい、また落ちました。なんか今日調子悪いかも。ちょっとあんまり今日やらない、やりたくないかも。怖いかも、これ。怖いかもね。なんかまたどっかで落ちたら嫌だから、ちょっと怖いかもな。一旦帰って、とりあえず、でも今スクラップがこれで500溜まったから、え、アサルトライフル覚えれるから、それだけは覚えたいな。あー、ちょっと帰れる、これ帰れるかな。家までたどり着きたいな。はい、ということで何回も落ちまして、一回ちょっとゲームを再起してきたんだけど、やっぱちょっと戻されてるね。こういけるかな、さすがに。で、なんかね、ここの今サーバーを見たら今300分の2とかになってたから、ちょっとゲームがバグってる感じはした。なんかおまかんっていうか、マサルコの環境かなと思ったけど、そういう感じでもなさそう。今再起したらちょっといいかも。うんうん、あ、そうでもないな。これ家まで帰れたかな。ちょっとロールバックするんだよね。中にまで入っておいて、どんくらい人今入れてるんだろう。これもしといて、
で、道具、ああ、そっか、大事なもの道具はここか、ここに。すごい、もうこれ3つもある。やりたい放題じゃん。ちょっと待って、となるとさ、500でさ、覚えに行きたいけど、止まったらやだな、これ、途中。間違えた。そうか。大丈夫か。さすがにそんな、今ちょっと落ち着いたかも。落ち着いたかも。で、これを覚えたい。よし、行こう。向こうの家に。向こうの家さえたどり着ければ。すごい、ワークベンチ3のやつを先に覚えちゃうっていうね。まあ、2の、セミライも覚えてないくせに。いけるかな？ここまで、途中で死にたくない、この道。近くてよかった、でも。落ちるな。よし、この中に入っちまえば、まあまあまあ。よし。よし。で、こうして、こうして。よし。これは大きいよ。あと、ワークベンチ3が作れれば。素晴らしい。素晴らしいです。で、ここにしまって。あ、いいね。いいね、いいね。で、こう言っといて、炭たちに置いといて、うお、上をコプターが飛んでいます。そして私は木を掘るか。最後に木を掘って。なんか獣が歩いてる音が。木は向こうで掘るかな。こっち側の木、今さ、多分さ、ここら辺でレイドしてるんだよね。向こう。ほら、向こう側でレイドしてるから、ちょっとこっち側で木を掘ろう。ここらで。うわ、すごい。ちょっと見に行くか。ちょっと見に行く？ちょっと。ちらっと、あそこかな。そこかな。怖いけど、ちょ、ここら辺のあたりから。あそこの家だ。多分そうだ、あそこの家だ。でもちょっと上からじゃ分かんないから。ちょっと怖い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 。絶対あそこの家だよ。怖いね。よし、ここら辺で。あ、やばい、落ちそう。この感じ落ちそうじゃない？掘れてないよ、木が。もうダメかもね、今日は。ほんと。
まあ、あの人たちもさ、レイドの途中になっちゃってるってことよね。それはそれでかわいそうだな。その2個のバッテンが。ちょっとバッテンを叩いているのに。どっちの判定にもならないことある、これ。もうこの2人仲いいな、この木は。この木仲良すぎるって。全然スーってなるんじゃない、スーって。あなた、いろんな木に手をつけよう。これ木こりやったら今日はちょっとおしまいにしようかな。ちょっと怖い、止まるの。キノコだけ取って変わった。キノコ、キノコ、今どんぐらい木凝ったかな。5000。でもなんか落ち着いてきたか。なんか落ちなさそうな感じもするけど。あ、43人いる。これ諦めずにみんな頑張った。頑張ってインしようとした猛者たちの数だ。それでも少ないよね。今少ないから、その間にちょっとでもファームをしたいところではあるが。まあそれでも途中で落ちちゃって死んじゃって奪われるよりは、ある程度のところで。1万ぐらい掘ったら5000、5000ぐらい拠点に5000ずつぐらい預けて終わりにするか。でもファームの手が止まらない。どうしよう、ファームの手が止まらない。助けて。斧が壊れるまでやってしまいそう。
ここの住人の人、ここあれ、こんなに木なかったっけってなるかな。 あんまり凝っちゃうと。もうすぐ夕暮れだ。危ないからね、この流木はね。なんでここにこんな流木っぽい感じになっちゃうのかわからないけども。まだ持てる？まだ持てるっちゃ持てるか。やばい、もう暗くなってくる。帰ろうか。だいぶ木を来れたな、これで。夕暮れだよ。まずちょっと向こう側にちょっと木を。こっちも木を半分ぐらいあげて。あ、止まってる。木はこっちに、どこに入れとけばいい？こっちがいい？こっちにするか。こんぐらい置いといてあげて。で、リスク分散型で。よし。で、あ、ここに、あ、いいのか。閉めて。よし。で、あと向こうにも、じゃあ木を持っていって。で、でも、今日 AK も覚えれたぞ。すごいんじゃない？さすがに。さすがにいい成果なんじゃない？もう6ミリ弾の弾も覚えれたしね。え、閉めて。で、ここに入るかな？入らない分はこっちに入れて。よし。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？これさ、常勤いっぱいあるからウェポンフラッシュライトとか作ってさ、もうさ、ここに装着しといてさ、いつでもさ、作れるようにさ。で、あれだ。あと、鉄で、もうさ、松明の時代じゃないんだよな。これなんだよ。あ、はい、すいませんでした。ワークベンチどこだ？あった。
松明じゃなくて、これを、これを作る。松明捨てる、いらない。松明なんか、松明なんかいらないぜ。もう松明どっか取っといてるんだったらもういらないよ。もういらないよ。おー、これなんだ。サルベージ刃物はもういらないよ。これもいらないけど、まあまあ取っといてあげようか。で、こっちに入れといて。88あんのか。まあ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 。こういうのに全部つけといてあげよう、もう。これね。これなんだっけ。これすごいよね。ダメージが80だよ。普通は38とかじゃん。80だよ。すごいよね。射程範囲すごい遠くまで行くってことでしょ。頼もしいよ。私頼もしいよ、アンさんのこと。あんた使ってみたいよ、本当に。はよ。はよ、使ってみたいよ。どこで使う？地下とか行ける道あるか？もう、あれはないんだっけ？もう、異様はないのか？で、よし。では、ちょっと今回は今日不安定なので、全部つけといて。もうこれも覚えたし、これも覚えたし、あ、これだ、これら覚えたいんだ。8倍スコープを覚えたいんだ。これも500だよね、きっとね。サイパーで8倍スコープなきゃ意味ないもんな、マジで。待ってよ。ここには書いてないか、8倍スコープも500だよな、多分。まあ、次回かな、ちょっと今回はちょっと、さすがにちょっとラグ差があるから、怖いから、もうやめとこうっていう感じです。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちょっとお腹いっぱいにしとこうか。もしよかったらでいいので、チャンネル登録や、いいねボタンなど、もしよかったらいいなと思っていただけたら、押していただけたら嬉しいです。次回も楽しくやっていきたいと思いますので、もしよかったら見てください。では次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。